お月が一番遠いところってどこなんだろうな。もし、ま、あの見ている方で郵便局員の方がいらっしゃってね、知ってる方がいらっしゃったら教えていただけると嬉しいなと思います。うちのところこれぐらい何分ぐらいかかる、何キロぐらいある、先にある、とっつきまで何キロぐらいあるところありますよみたいなね、教えてもらったら私がへーって言ってまた、会話のネタにさせていただきます。これは全部あれだよな、どこをメインで使うんだ、だんだんわからなくなってきた。うん、まあ基本も全部サブちゃん用に回してますからね、これ運転中は。うん、なんか結局一緒にしちゃいそうだな、怖いよな。もうこの前の満腹屋行ったやつもな、あれもう無理だったもんなと思いながらね、回してましたけど。ずっとあれなんですね、串のようにちょうど鉄道が串のように一本スーッと通って、その周りをくる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 焼き鳥の鶏皮をのようにね、くる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 とあれしてるんですね。あ、これもうあれなんだ、17号線なんだ、県道、あ、県道じゃない、府道が、ここは、京都府道17号線を走ってるみたいですね。なんでもうこれで網の峰山線なんで、このままずっと行ったら網のに出る。そんななんで早いね、4時16分。そしてこの感じ、里郵便局、仲いい感じの郵便局もあるけれど、郵便局はあるけれど、松屋やすき屋はなさそうね。あと夜中に空いてる食堂もなさそうね。本当はね、その松屋以外のところで、ね、その食堂みたいなところがあったらね、なるべくそういったところ入りたいって気持ちがありますけどね。ただね、やっぱ、料亭はね、さすがに高いからあれですけど、やっぱ、レストランみたいなところだと、一人だとね、ちょっと入りづらいところがありますからね。よーし。何が怖いって、前哨戦下手すぎや、本編の方まだ第2話に入ってるのかな、どうかなっていうところなのに、あ、でもあれか、途中のゆらさのサービスパーキングエリアとかあなたを使うのか、そうすりゃうちのところだったら今第3話ぐらいまで作れてるのか、怖え、これおよそ400m先、網の橋を左方向です。左方向ね、網の橋、あ、もう網のって言ってるもんね。あ、これまた三鉄が出てきて、もうほぼほぼ、これもしかしてもうこれ網の駅、あ、網の橋、網だから、あ、もうついちゃった感じかな、これ、あれ曲がったらもう駅、今駅設備みたいなのがちらっと見えたんだよな。およそ200メートル先、左方向です。
が野菜ついたら。これか、網の駅前。左方向です。続いて目的地は左側です。どうなってんだ。ここか。あ、網の駅だ。早すぎた。どう考えても早すぎた。暗いよ。これがもう駅前ですね。まあ後からゆっくり撮れると思うんで、もう時間もたっぷりありますね。で、あ、ここが駐車場になってんのかな。ほうほうほう。駐輪場があって、ことびきメロン。あ、メロンなのか。メロンが有名なのかな。いいじゃないですか。ここ駐車場なのかな。まぶしい。めっちゃまぶしい。え、何でそんなまぶしいのこれ。でもここが止めれるし、え、なのかな。ここが止めちゃっていい感じなのかな。ほう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 。マイク送迎車待機所だから、こっちはあれですね。で、お、なんか目の前に担々焼きそば、ちょっと気になるような店もありますし、やってる感じです。まあ今は営業してないですけどね。営業時間だったらお店開きそうです。